あっちいな。アクアドロップは見つからないし、誰のコスモも感じない。のんびりしてる場合じゃないんだけど。あれは、あなたが言ってた洞窟というのはこの先にあるのですか？もう少し先だ。あとは海辺沿いだから迷うこともあるまい。おい、リュウホ。コウガ君。ソレントだ。ソレントね。結局あんたもアクアドロップ探しを手伝ってるのか？ああ、昨日偶然会って、そこからは一緒に行動してるよ、この島に。それでアクアドロップは見つけたのか？まだ一つだけどね。おお、やるじゃないか。いや、運が良かっただけだよ。いいや、大したことはしていないよ。アクアドロップを見つけたのは劉邦自身の力だろう。で、どうする、高額。ん？どうするって？アクアドロップを持つ二人が出会ったんだ。競い合い、勝った方が相手のアクアドロップを得る。そう、光学、前に戦った時からどれだけ力をつけたか見てあげるよ。よし、パナエストラでの借り、ここで返してやるぜ。お前と勝負するの楽しみにしてたぜ。セイントは切磋琢磨して強くなる。ラウンド1ファイト。くらえ。おりゃ。この天空剣。負けるかよ。まだだよ。どこだ。この負けるかよ。生きれるか。危なかったよ。生きれるか。どこだ。生きれるか。ラウンド2ファイト。負けるかよ。このそこ、負けるかよ。生きれるか。まだだよ。このおりゃ、危なかったよ。生きれるか。まだだよ。生きれるか。まだだよ。生きれるか。危なかったよ。天空剣。よっしゃ、熱い戦いだったぜ。負けた。お前も強かったぜ、劉邦。でも次に戦う時には僕が必ず勝たせてもらうよ。さあ、これ約束のアクアドロップ。悪いな劉邦。しかしこれでやっと2つか。まだ手分けして探そう。僕はこの先にあるという洞窟に行ってみるよ。了解。俺はどうしようかな。行くあてがないなら私が案内しようか。え、いいのか。早くアクアドロップを探してほしいからね。私には案内くらいしかできないが、協力は惜しまないつもりだ。そいつは助かるけど。僕のことなら気にしなくて大丈夫。ここから洞窟までは一本道だって聞くし。あ、そんじゃお願いするか。よろしくな、ソレント。こちらこそ。
で、どこに向かうんだ？そうだな。ポセイドンがいる神殿は島の北端にある。そこを目指しながら怪しい場所を調べていこう。了解。他のみんなも神殿を目指すんだろうしな。ん？なんだ？誰かこっちに来る。って、あれは？やっと追いついたざんす。久しぶりざんすな、コウガ。イチ先輩、なんでこんなところに？いや、ポセイドンが復活するって聞いてよ。俺も何か手伝わなきゃならねえざんすと思って慌てて駆けつけてきたってわけざんす。そうだったのか。イチ先輩もポセイドンの復活を阻止しようとしてたんだな。よし、それじゃあ俺と一緒に行こうぜ。いや、せっかくだがそれはできねえざんす。何？相手は神ざんすよ。こんな危ない戦いに可愛い後輩を連れていくわけにはいかねえざんす。俺がうまくやってくるからおめえらは安心してここで待ってるざんす。ここで待ってろって、まさか先輩一人でポセイドンと戦うつもりなのか？あやん、その通りざんす。だって俺はアテナのセイントざんす。死ぬつもりか？なんだてめえは、失礼なやつだな。そんなつもりはねえざんす。っていうかお前誰ざんす？なん？気のせいだろう。そうか？うん、気のせいなのかもしれないざんす。まあいいざんす。そんなことより聞いてるざんすよ。アクアドロップってやつを7つ集めるとすごい力が手に入るざんすね。そいつさえありゃ俺も聖夜みたいに輝けるってもんざんす。なんだよイチ先輩。お前もアクアドロップを持っているようざんすな。俺がポセイドンを倒してきてやるから、そいつを渡すざんす。これは、沙織さんを守れなかった俺の戦いでもあるんだ。渡すことはできない。なあ、さっきも言ったろ。こんな危険な戦い、おめえらに任せておくわけにはいかねえって、わざわざ言ってやってんだ。渡さねえなら、腕ずくでも奪ってやるぜ。勝負しないわけにはいかないみたいだな。へへ、これまでの俺と思うんじゃねえぞ。さあ勝負だ。シルバークロスを着た俺様は無敵。ラウンド1ファイト。やられちまったざんす。ソーマと戦った時の疲れが抜けてなかったざんす。
一先輩、相馬とも戦ったのか。パーな、紙一重のほんのわずかな差で負けちまったざんすね。そうか、まどんまいだぜ一先輩。修行を続けてればそのうち勝てるようになるかもよ。うるせえ、大人をバカにするなざんす。次は負けねえざんす。いつでも相手になってやるぜ。じゃあな。よう、コガ。ソーマ、お前もこの辺にいたんだな。まあな。そっちの調子はどうだ。アクアドロップは見つけたのか。劉邦から受け取ったのが一つ。今のところそれだけだ。劉邦にね。そうするとお前劉邦に勝ったのか。まあな。意外だったか。いやそうでもない。パライストラを出てからお前も随分成長したからな。劉邦に勝ったとしても驚きゃしないぜ。だがな、お前以上に俺も強くなってるんだぜ。一つアクアドロップをかけて勝負しないか。お前らしいな。そんじゃ久しぶりに戦ってみるか。およ、いつかの借りここで返してやるぜ。お前と勝負するの楽しみにしてたぜ。セイントファイトのリベンジだ。逃げんなよ。ラウンド1ファイト。やろう。負けた負けた。持ってけこの野郎。悪いな、もらっとくぜ。ポセイドンを封印してくれよ。頼むぜ。あ、いや、いい勝負だった。噂に聞くペガサスのセイント、そして一歩も引かないライオネットのセイント、この調子で競い合っていけば君たちのコスモはより高められるはずだ。しかし問題はここからだ。この島にはシルバーやゴールドを筆頭に多くのセイントたちが集まっている。中には君たちと敵対している者もいるだろう。ゴールドセイントだと。そうだ、君たちもゴールドセイントの力は知っているだろう。
これまでのように簡単に勝てるとは思わない方がいい。そいつから離れろ、コウガ。離れろと言っている。シャイナさん、どうしてここに。シャイナさん、お前の師匠だよな。そうだけど、一体どうしたんだ。その男は私の獲物だ、コウガ。私にお前のアクアドロップを渡して、この島を出て行きな。獲物？どういうことだ。何があったか知らないけど、この人は俺たちの仲間だよ。聞こえないのかい？私の言うことに従えないなら、コウガ、まずはお前からひねってやるよ。一気に決めるぜ。お前の力試してやろうじゃないか。ラウンド1ファイト。どうだ。まだまだ生きれるか。まだまだ生きれるか。生きれるか。強くなったね、コウガ。侮っていたよ。あの泣き言ばかり言っていたお前がな。シャイナさん、どうしてこんなことを。よく聞け、コウガ。お前と一緒にいるあの男、あいつからすぐに離れるんだ。私は昔、あいつらと戦ったことがある。あの…シャイナさん、シャイナさん。残念だ。余計なことを言わなければ長生きできたのだが。お前、一体どういうことだ。説明する必要もあるまい。さらばだ。シャイナさん、シャイナさんは俺に任せろ。
お前は奴を追え。トーマ、わかった。おっと、こいつも持ってけ。チャイナさんの持っていたアクアドロップだ。コガ、それはお前が持ってろ。わかった。ソーマ、チャイナさんを頼んだぞ。おう、早く行け。